じゃあいきます、はい、皆さんこんにちは、俺たまの内藤です。ウィン渋谷ジョバンです。はい、ということで2016年最後の動画になります。はい、いやー早いですけど感慨深いね。感慨深いね。激動の1年といっても過言ではないね。いろいろありました。本当に、いや本当皆さんには感謝。そうですね、本当にありがとうございます。今までついてきてくれて本当にありがとうございます。でまあ今日はちょっと2016年振り返ろうかなっていうところだね。そうだね、やっぱ最後は振り返って終わりましょう、今年2016年を。もうね、俺もうダメなんだよね、こういうの涙もろいからねえ、早くない？ちょっとそれはさすがに早いでしょまだ序盤っていうか何も喋ってない。ダメだよこれそう、多分視聴者さん的な見え方としては俺の方が感情豊かで渋谷は冷静みたいなイメージあるかもしれないけど、結構ね逆なんだよね。意外と渋谷の方が溜め込むタイプで感情的な豊かっていうか喜怒哀楽が。2016年溜め込んだもの全部。そうそうそう、俺多分もうダメだこれ本当にだから俺ね本当ね、うん、この2人で撮るの恥ずかしいよね。で相方が泣くっていうで他の人にいても恥ずかしいでしょ、まあ、どう撮っても恥ずかしいよいやまあ長い付き合いだから、うん、いやで恥ずかしいことは何もない。もう本当に今日は2016年思ったこととか感じたこともそのまま本音で語り合いましょう。もうダメだ俺それにしても早いなほんと俺こういうとこその大学時代のお笑いでコンビ組んでた時に、うん、最後ネタやってあと号泣してたもん覚えてる？俺それ見てないの？覚えてないか舞台上でめっちゃ泣いちゃったからな。そうだっけ？いやーそうだね。だ涙もらいっていうか溜め込むタイプだもんね。そう普段は出さないけどそういう感情出すところになったら一気に爆発するタイプかもしれない。だからダメだな いやいやまあだからこの話す内容も1時間ぐらい話したもんね、どんなこと話そうかっていう。そうだね、やっぱ伝えたいことは山ほどあるんだけどやっぱその中でも選ばないともう止めどなく出ちゃうから。ちょっと俺いろいろパソコン見るわ、そのちょっと動画を見つつ振り返りたいから。そうですね、ちょっとパソコン見させてもらいます。まあ2015年の末からちょっと振り返ると、うん、まあ俺いろいろちょっと話したいことは、はいはいはいまあ2015年の11月、去年の U フェスね、うん、まあこれは結構つらかったね。そうだね、うん、だから僕たちが出れなかった、ステージに立てなかったんだよね。そうそうで、その裏のテントで待機っていう形になって、でやっぱそこの悔しさってのはすごいあったよね。あったね。っていうかみんなあそこにいたテントで待機してた人たち結構いたんだけど、みんな同じ気持ちだと思うんだよね。そうだね、やっぱこっからどうやって這い上がっていくかっていうのはものすごくみんな感じて。で、うん、まあそうだね、この時はもう日本とタイで投稿してて、うん、そうだね。でまあこの U フェスの時に内藤が帰ってきて、うん、やっぱその時に動画ちょっと出したら、うん、やっぱ視聴者さん的にもコメントとかで「いいですね」みたいな。いやもう俺これたどり着けないな最後までそうだね、やっぱり2人揃ってやった方が、うん、やっぱりそうだよね、視聴者さん的にも俺たち的にもやっぱり面白いものができるなっていうのはすごい感じてて。でそこでまあだから今年の、うん、去年の末、うん、もうスカイプでタイと日本でやり取りして。そうだね、 YouTube 動画大賞みたいなのも撮って。そうそうだ、で1日は俺がなんか変な動画を上げてたんだよな。こんな、なんかルフィの大好物骨付き肉を簡単アレンジレシピまあ肉を食ってたんだよね一人でまあだから俺ここら辺でやっぱ2人でやった方が面白い動画撮れるだろうなみたいなことを思ってて、まあ年明けぐらいからタイからまあ月1回ぐらいで内藤が帰ってきてみたいな、でそこでガッと2人で撮って、それを投稿戻ってからも編集して投稿してくるっていうスタイルになって。結構大変だったよね本当に。そうだね、スケジュール的にもキツキツで。そう7日とか本当3日とか5日とか7日とか帰ってきてもう1日10本ぐらい撮ってみたいなね。そう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 で内藤もうちに泊まってみたいな。そうだね。1ヶ月分撮んなきゃいけなかったからねその時に。そうだね。でもそこでもう決めたんだよね1人ずつの動画は出さない、うん、もう2人で揃った動画を出して「俺たなチャンネル」は2人揃ったものとしてやっていこう。そうだねってとこを決意して、うん、スケジュール的にはかなりきつかったんだけど そこは守って、うん、今までずっと2人で上げてきたってことね。でまあ6月に内藤が戻ってきて、うん、まあそこら辺で20万人突破か6月ぐらいで。そっか今年の6月だからもうそこだけで半年終わってるんだよね。そのなるほどなるほどタイと日本で投稿してるっていう感じ。俺的に2016年の始まりはやっぱ6月から2人で始めてからっていう思い出というかもうそこの記憶からが強いかな、うん、6月帰ってきて、うん、でその後ファンミもやったんだよねすぐ。そうだね戻ってきてすぐやったの、うん、でそこでも本当に、うん、まあ視聴者さんが来てくれて、うん、まあありがたいよね。いや本当にありがたいよね、うん、だって今までやっぱ実感なかったもんね。見てくれてる人いたけど僕たちを応援してくれてる人たち本当にいるのかって、うん、いやチケットも売れるのかどうかってすごい興味だったんだけど本当にみんなね遠くから来てくれる人たちもいて、うん、でみんなにいつも楽しんでますって言って声かけてもらってそこはすごい嬉しかったね。そうだね、うん、まあそっからその、うん、6月ぐらいそれまではタイと日本で、うん、スカイプで企画会議とかしてたんだよね。そうだね。そうで6月以降、まあ、ちょっとその俺頑張るわみたいな感じで、うんまあ夏ぐらいまで俺が全部企画考えてみたいな、うん、感じだったね。そうそう夏の期間は本当に渋谷が頑張ってくれてもう企画とか毎日考えてくれて、まあ、編集をお互いしてみたいなね、うん、そうそう今までの2人で考えたのは渋谷ちょっと考えるって言ってやってくれて請け負ってくれてでそこで夏でもすごい伸びたんだよね。そうだね結構いろんな人、うんが見てくれたんだけどまあ俺の中でだからそこで、うん、まあこれも本当に動画では言ってないけど、うん、まあなんか結構言い過ぎるというか、うん、企画考えるようになって、うん、まあこうしてほしいとか、うん、ああしてほしいみたいなところをちょっと言い過ぎる部分があったかなっていうところでまあちょっと焦りもあったんだよねやっぱり6月から戻ってきて。うん早く夏にもうちょっといい動画出していかなきゃみたいな焦りがあって、まあ、ちょっと、まあ、内藤にもそうだしあとマネージャーさんとかにも結構言い過ぎたというか、うんうん、まああったよねそういうの、うんまあ、だけどやっぱりその分一人でいやプレッシャーもすごい感じたと思うんだよね伸ばさなきゃいけないっていうところで、まあね、そうだその分プレッシャーがかかっててものすごい大変だと思うんだよね渋谷一人でやってて。でまあそこで結構、うん、まあほんと喧嘩みたいなね言い合いみたいな。そうだね夏の終わりぐらいに、うん、やっぱりうまくいかなくなっちゃって、うん、マネージャーさんも含めて3人でもう一日中話し合ったんだよね。そう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 その時にカリブラとかともね飯というかなんかまあそのカリブラもグループでやってるから、うん、やっぱグループ YouTuber ってさ結構、うん、やっぱその2人とか複数でものを作っていくから、うん、悩みもそれぞれあるからさ、うん、まあカリブラにも来てもらって、うん、俺たちの悩みを相談してみたいな。そうだねいろいろ聞いてもらったりしてそれでそうだね思ってたところをもうお互い全部言い合ってそうでそれでたどり着いた結論はやっぱり2人で俺たちはやってこうってなって企画はやっぱり2人で。集まって全部出してっていう方向性でそう決まったんだよね。でまあ9月10月と、うんまあ、2人で企画考えてたんだけど、うん、やっぱ違う苦しみというか、うん、1人で考えてる俺が1人で考えてればまあ、うん、好き勝手やってて、うん、ただまあその一方的に、うんこういう動画にしたいっていう思いが強まっていくっていう悩みあったんだけど、うん、2人で企画考えるとまたそれはそれでなんかどっちの意見というかどっちの企画が正しいみたいな、うん、言い合いみたいなことを結構9月10月は悩んでたよね、うん、お互い。そうだね、本当に探り合いっていうか、そう何がいいのかっていうのを2人ですり合わせる期間ってね、うん、だから本当に喧嘩まではいかないんだけど、うん、本当にいいものを作るためのなんかお互いいいものを作りたいって思いがある分、うん、結構ぶつかるっていう。そうだね、あったあったそれは。まあそこが結構俺は辛かったから、やっぱ8月の終わりから9月10月あたりは、うん、といろんなことを考えたかなっていう、うん、多分これ動画見てると、うん、ちょっと内藤、うん、悪い人みたく見えるないかな。え、どういうこと？いや俺こんだけ泣いてるのに内藤全然泣かないって多分絶対コメントで来るよ。マジで？全然いいけど泣かなくて。内藤なんで泣かないのみたいな。マジか。性格の問題だから。そう。内藤はもう本当に楽観的な人で、うん、俺結構その、うん、感情的になっちゃう部分が意外にあるっていうだけの話だよね。うん。そう。思いは一緒なんで、うん、内藤が軽いとか、うん、じゃなくてね。そうだね、お互い目標を達成するためにどういう道でいくかってところをやっぱ、うん、もうやっぱ何回も話し合い重ねて、多分視聴者さんが思ってる以上に俺だってめちゃめちゃ喋ってて、ものすごい一つのことでもお互い意見が違ったらもう納得するまでずっと話し合ってて、でゴール見つけて、そういうのを一つずつクリアしてった時期だよね。そうだね、うんで11月ぐらいにようやくなんか、うん、なんていうのかな、企画で、うん、なんていうのかな、方向性が見えてきたというか、うん、2人で話し合った結果、うん、なんだろうな、まあそうだね、まあいい、なんていうのかな、お互いが思う、うん、その価値観が合ってきたというか、うん、な気がしてきて、で実際それがまあ数字というか、うん、その11月12月ぐらいに登録者数も結構伸びる時期があったりとか、再生回数的にも、うん、ようやく花開いたかなっていう、うん、まあまだ花開くまでいってないけど、うん、ようやくちょっとずつ結果が見えてきたかなっていう。そうだね、だから帰ってきた時、まあそうだね、物理的には足並みは揃ったけど、うん、そのやり方とかの面ではまだ足並みは揃ってなくて、そこをもう今年半年でもう全部整えたって感じだよね。そうだから結構、まあ、大変だったよね本当に、うん、去年より結構大変だったね、うん、それは。そうだね、ずっと2人でやってきて大変だったね、うん、それは。そうだね、いや確かに確かに、うん、そこが一番まあ考えたとこかな、うん、その、うん、2人でやっていくにあたって。そうだね、うん、まあ性格も結構真逆というか、うん、まあもう見てくれればわかると思うけど、結構デコボココンビみたいなね。そうそうそう、性格も結構違かったりして、うん、そうだね、やっぱ考え方も全然違うよね。そうだね、うん、そうそう、それもあって、やっぱそこがその良さとして出せるようになったよね。そこが違うからこそ、あ、俺ができない発想をやっぱ渋谷持ってるなと思うし、あ、こういう考えしてるからこういう動画作れるんだっていうのもすごい勉強にもなるし、お互い違うテイストっていうか違う考え方があるからこそバリエーションに富んだやつとかもできるってことね。確かに、まあだから、うん、そうだね、そこはずっと継続していきたいよね、やっぱ。そうだね、2人で、やっぱ俺だな、2人で、うん、企画も考えて編集もするっていう、2人でも出て、やっぱ2人のチャンネル。そうだね、2人でやっぱり半々ずつやっていくっていうのが俺たちのスタイルなのかなっていうのはね、その固まってやっぱそれなりに信頼関係も厚いもんね、その大学時代から一緒にいて、本当に多分見てくれてる、その見てる人が思ってる以上に、うん、その2人でいろんな壁を乗り越えていってる分、うん、まあどんどんね、うん、まあ他のなんかグループ YouTuber さんとか他のまあグループとかでいろいろやってる、うん、本当にどこでも言えると思うんだけど、まあ、部活とかでも言えると思うし、うんうん、そうだね。だから絶対ここは替えが利かないところだもんね。他の人とじゃあやってくださいって言われても絶対できない。まあできない。多分本当に1年ぐらいかかるんじゃない？ 1 年以上かかるかもね。かかるね。うん、やっぱりそれってのはここの2人でしかできない。確かに。まあ本当にね、なんかずっと一緒にいる分、うん、やっぱ嫌な性格とかも見えてくるじゃないですか。本当に熟年夫婦みたいな感じで嫌な部分とか見えてくるんだけど、やっぱ多分他の人に変わったら、うん、結構大変だよね。そのいやそうだね、うん、他の人に勝った瞬間、うわ渋谷のすごかったんだなっていうのは多分絶対そうだね。そのなんとなく撮影とか編集できてる部分が本当に1から0からかやっていかなきゃいけなくなっちゃうから、そうだから本当にいなくなったらようやく凄さが分かるっていうところあるんだよね。そうだね。いやーすごいな、ありがたさっていうか。だけどそこはもういなくなってとかじゃなくて、もう常にやっぱり感謝していかないといけないところだよね。そうだね。常に2人できてるところにまあそんな感じの1年で、うん、あとやっぱ視聴者さんにもすごい感謝してるというか、そうだね。ずっとやっぱ、うん、俺らって結構さ、いろんな動画手出すじゃん。そうだね。やりたいこともいろいろ変わって、うん、で一時期本当に1年間タイと日本で動画投稿してくれてるところで、6月にファンミやって、うん、しっかり来てくれるっていう。そうだね。本当にそれはみんなが見てくれるから、応援してくれるからずっと続けられることであって、そこはね嬉しいね。本当に見てくれる方たちがいなかったら、うん、俺たち活動できてないわけで、そこは本当にありがとうございます。そう感謝しかないです。ずっとやっぱ変わってるもんね俺らは。そのなんかその、うん、結構さ、昔と変わったとか言われるけどさ、うん、本当に変わってるんだよね。変わってるんだよやっぱ。本当に俺たちの動画で変わってるんだよね。本当に昨日よりもやっぱ変わってるし、2人で話して動画、どういう動画を作りたいかとかっていうのは本当にちょこちょこ変わって、俺らは他の人たちは分かんないと思うけど、分かんないけど、俺らは本当にこの1年間変わり続けてきたじゃん、その動画の。そこでも本当にずっとついてきてくれてる人っていうのは嬉しいよね。そこは嬉しいね本当に。そうだね。だって俺たちって何も取りえない2人じゃん。確かに。言うならば何かできるわけでもないしさ。そうだね。なんか特技を持ってるとかすごいことができるっていうのは一つもなくて、ただただ動画を上げることしかできなくて、でもそこですごい楽しんでくれて、ね、元気もらってますとかで言ってくれて、ファンレターとかも送ってくれたり。そうそう。だから本当に逆に僕らがいつも励まされてるっていうか、そういう言葉をいただいてるから活動できてる、諦めずにここまで来れたなっていうのはすごいありますね。本当感謝しかないよね。うん、そうだね。あと他の YouTuber さんとかもね、いろいろ今年は増えたよね、その交流が。そうだね。今までは離れ離れだったから、なんかそういうイベントとかコラボとかなかなかできなかったんだけど、今年になってね、その内藤がタイにいて、うん、俺ほんと YouTube、まあ、UUUM とかでイベントとかあるんだよ、なんか運動会とか忘年会とか、うん、俺本当に話せなかったもん、やっぱ一人だと。なんかやっぱ2人いて、ようやくその「オルタナチャンネル」っていうところで、まあ俺の性格上人見知りってのもあるから、うん、いやそれすごいわかる。ようやく2人いて、やっぱだから6月以降本当にオルタナチャンネルとして見られるようになって、うん、他の YouTuber さんとの輪も広がって。そうね。そういう場に1人で行くと分かるよね、うん、うわここで渋谷いてくれたら心強いなとかってすごい感じる時ある、うん、やっぱ2人で1つっていうか、オルタナってのは2人で1つだとなったらすごいな。あとまあやっぱカリブラとか本当に他の YouTuber さんとかとも、うん、いろんな YouTuber さんとも、まあ初期の頃は水溜りボンドとか水溜りとかと仲良くしてたり、まあ今も仲いいんだけど、だ今年やっぱ一番大きかったのはカリブラと出会って、なんかそっから一気に輪が広がったなっていう、8月頃に。そうだね。コラボ撮影でカリブラと初めて一緒になって、そうそうだね。最初さ、だってちょっと俺怖かったもん。ああ、ロケバスとかでも、うん、そんなに本当に初対面で、そうだね、本当にただちょっと怖いぐらいな感じだったけど、うん、もう仲良くなって、でそっからいろんな人紹介してくれたり、そうだね、なんか「俺たまチャンネル面白い」みたいなことも結構言ってくれたりしてて、そう言ってくれて、それすごい嬉しいよね。そう、うん、で苦しかった夏とか時も俺たちの相談に乗ってくれたりとか、そうまあそうだね。まあシアトルはちょっと行くかどうかわかんないけど本当に YouTuber さんたちって悪い人いなくて、ね、困ってる時には助けてくれるし、一緒にね親身になって、でそう話しててもすごい通じ合うものがあるし、もちろんここの2人で俺たまチャンネルだけど、そういうふうにみんなで支え合って YouTuber やってるなって感じはすごいね。でまあ来年は、うん、だから U フェスの司会っていうね、うん、そうだね、そこは嬉しいよね。そうだね、だから去年は本当に会場にも入れずに、ね、外の店頭で悔しい思いしたのが、1年後、ね、最後の舞台で MC やらせてもらうっていうのは、本当に俺たちの力じゃなくて周りの人たちがここまで本当に僕たちを引っ張ってくれたなっていうのは感じてます。俺多分出る前に泣きそうだねもう初め出てきた時に泣いてる状態で、台本の呼び合わせで泣きそうだもんねまあ嬉しいよね。そうだね。そう。本当、俺的な思いとしては、やっぱり動画を楽しんでもらいたいっていうのもあるんだけど、うん、そういうふうに何の取りもない2人がそういうふうに YouTube でトップになりたいって夢を叶えてる過程、そこでもなんか勇気を与えられたらなと思うんですよね。まあ確かに。そういうふうにコツコツ積み重ねてって自分の目標に達成していくっていうのを、夢は叶うんだってことは嘘じゃないんだよっていうのを。YouTube だったら動画残ってるから、証拠として残ってるじゃん。本当に伸びなかった時期から全部残ってて、そこが何か一つのストーリーとして勇気を与えられたなってね、すごい思いますね。2017年はだから本当に、うん、まあ今年はその、うん、なんていうのかな、しっかり2人で動画をやるっていうのが大体6月からだから半年ぐらい。そうだね。まあ多分これからも結構いろんなことあると思うんだよね。そうだね、いろいろある、うん、ちょこちょこやっぱ炎上とかするだろうし、うん、しないように気をつけるけど、多分なんかあると思うんだよ、俺的には。そうだね、壁というか、そうだね、何かしら問題が起こると思うんだけど、うん、まあまた来年どうなってるのかっていうのは楽しみだよね、そこは。そうだね、うん、本当にみんなのコメントは本当に毎日見てて、そうだね、みんながどう思ってるかとか動画を見てこういうこと感じてるんだったら、本当にいい意見も悪い意見も全部見てます。でやっぱり直せるところは本当に2人で話し合って直していこうって言ってるし、でいいって褒められてくれたところは、あ、じゃあもっとこういう動画作っていこうって話、本当に思ったことは何でもコメントとかに伝えてくれると嬉しいです。本当にここ半年は、うん、自分自身を褒めるっていう意味ではやっぱ本当にね、この、うん、成長したなっていう YouTube 通して、うん、こんだけ成長できるんだって思った、その人としてすごい、うん、本気でやったからこそ、うん、やっぱそうだね、内藤との関係性も、うん、ここまで2人で、うん、そのこんなにやることってないと思うんだよね、その、うん、普通に仕事してたら、まああるかもしれないけど、ね、毎日こんなに一緒に考えて、もう2人だけでやるっていう、 そこの人間、うん、関係の奥の深さっていう。そうだね、だから本当俺たちって思ったことを全部言うじゃん、うん、分かんなかったら分かんないって言うし、うん、本当に納得するまで話し合って、でそれができるのは本当ありがたい環境だなって思うよね。そうだね、誰かが我慢するわけじゃなく、うん、本当に思ってることを素直にぶつけ合えるっていうのは、ものすごくいい関係性だなと思います。いろんなことを学んだな、うん、2017年、はい、僕はちょっと2017年の話というか、はい、もうすぐだけど、はい、しようかなと。まあ抱負とか目標をちょっと俺らなりに、うん、まあ個人の目標と、まあ、俺たちのチャンネルの目標を考えたんで、うん、ちょっと言っていくか。そうだね、じゃあまず個人の目標からいくか。そうだね、ちょっといきなりガラッと変わるけどそうだね、2017年明日からの目標としては、僕の目標は2016年は YouTube もう一生懸命頑張ってやってって、でその中でやっぱり感じたのは、もっと自分の人間のできる範囲を広げたいなと思ったんですよね。やっぱり忙しさにかまけて新しいことを勉強する時間をなかなか取れなくて、そこをちょっと先延ばしにしてたところがあるんで、2017年は一つなんか技を身につけたいなと思ったんですよ。でそれはやっぱ動画でも使える、そして人に楽しんでもらえる。長いななんでね、早く言えよいいでしょなんで2017年は僕ギターを習って、そして1年間に1曲オリジナルソング作ります。もう作詞作曲したオリジナルソングをできるまで、そこまで高める2017年の目標。だから俺は2017年の目標は、まあ、漫画だねだから小学校の時漫画好きで、ちょっと漫画家に憧れてる部分があって、でそっからちょっと漫画からは離れてたんだけど、ずっと絵を描くのはそんなにうまくないんだけど好きで、ちょっと今年1年は、漫画というかイラストとかを描いてみようかなと。うわすごいいいと思う。で2017年の終わりに何か一作発表する、漫画のデビュー作を発表で、オルタナチャンネルとしての目標が、まあ数字的な部分で、チャンネル登録者数200万人。結構高い目標だけどね。いや俺たちならできる、オルタナのみんながついてる。まあそっか、いけるか。 YouTube ファンフェス、今年出れなかったものに金の盾をもらいに、あそこに行きたいと思います。そうだね、だから結構やっぱ、その羨ましいよね。そうだね、やっぱ出れなかったってのは悔しかったところでもあるから、必ず来年は出たい。来年は YouTube ファンフェストに出るっていうのが2つ目。で最後がまあほんとシンプルだけど、1年間楽しく動画を出していければなっていう、より楽しくだね。そうだね、まあ今年1年もいろいろあって楽しめたけど、やっぱ楽しくやっていくっていうのは本当になかなかね、簡単なようで難しかったりもするからね。そうだね、楽しむっていうところが、まあ、3つ目の目標。そうだね、豊富だね。ぜひね、みんなもね多分2017年目標とかあると思うんで、ぜひねコメントに書いてください。みんなの目標はこれだって、一緒に叶えましょう。ということで本当に2016年1年間皆さんありがとうございました。2017年もっと楽しませるので、ぜひ。ちょっと噛んだ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。